はい、こんにちは、ダオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、ウルトラヒーロー500、ウルトラ怪獣500、10月発売分です。まあ、10月発売じゃないゾフィーとかガッツ星人も混じってるんですけど、10月発売のウルトラヒーローはこの3体ですね。ウルトラの父、ウルトラマンナイス、ウルトラマンキングです。そしてウルトラ怪獣500はミクラス、カネゴン、ドラゴ、テレスドン、スーパーコップの5体ですね。なので今月は全部で8体が発売されました。ウルトラ怪獣はミクラスとカネゴンを買おうと思ったんですけど、なぜかカネゴンが売り切れてたので、とりあえずミクラスだけ買ってきました。まずは今回の動画ではウルトラヒーローのこの4人ですね、銀河スパークでの音声確認を含めてこちらをレビューしていきたいと思います。ナイスということで、まずはウルトラマンナイスから見ていきます。いや、ナイスさんやっと出ましたよ。欲しかったんですよ、これ本当に。で、ウルトラマンナイスはもともとそんなに色分けが細かくないので、ほぼ再現されてますね。裏側もちゃんとこのナイスの N、 この柄がきっちりと色塗りされてますね。この左右非対称のデザインもなかなかかっこいいです。顔の造形も綺麗ですね。横から見てもちゃんとラインが入ってます。ウルトラマンナイスといえばドクターエッグ疑惑があるんですけど、はい、完全に同一人物ですねはい、完全にナイスさんですね。これはドクターエッグはサングラスをしてますけど、もうこの頭のラインが完全に一致してますし、フックの中に見える柄がナイスさんの柄の感じと一致してますね。そして足もシルバー、高さも全く一緒です。いや、でもこの2つのソフビが揃ったのはかなり嬉しいです。はい、続いてはウルトラの父ですね。父といえばもうこの大胸筋ですけど、完全に再現されてますね。ナイスさんとは全然この鍛え方が違いますよ。ちゃんとおひげも蓄えてますし、目の感じも似てますね。後ろはこんな感じです。ただ造形がもっとマッチョにしてくるかなと思ったんですけど、そこまで筋肉質じゃないですね。それでも他のウルトラマンよりは全体的にがっしりとした体型です。はい、次はウルトラマンキングです。キングは前から見ると色分けすごいしっかりしてますね。ただ後ろから見るとがっつり省略してます。まあでも前面だけでもよくこれだけ再現しましたね。ただ肩パーツがある分、可動は少しだけ制限されちゃいます。近くで見るとこんな感じですね。おひげもしっかりしてていいですね。ただ父もキングもマントがあるともっと映えるので、500シリーズ用のマントとかを別で発売してくれるともう飛びついてすぐ買うんですよね。そして最後はゾフィーです。ゾフィーは今回発売された商品じゃないんですけど、ウルトラヒーロー500ってかなり個体差があって、こう自立しないウルトラマンも多いんですね。で、ゾフィーは結構探してたんですけど、やっといいやつを見つけれました。そしてちゃんとスターマークもありますね。ゾフィーはイケメンですよね。そして全体的な柄もきっちり再現してます。メビウスでもね、最後大活躍でしたからね。では銀河スパークで音声確認します。まずはウルトラマンナイス。あ、ちゃんと個別音声入ってましたね。ポン、ポロロロロロロロンみたいな。続いてはウルトラの父。ウルトライブ、ウルトラの父。個別音声は入ってないですね。ただ、父、父、父っていう音声はなかなか面白いです。次はウルトラマンキング。キングも個別音声なしです。最後はウルトラマンゾフィー。ウルトライブ、ゾフィー、ゾフィー、ゾフィー。以上、ウルトラヒーロー500、ナイス、チチ、キング、ゾフィーの紹介でした。